皆さんこんにちは。今日は皆さんに聞きたいことがあるんですけど、一人でパークに入ったことがある人ってどれくらいいますか？これまでありがたいことにボルトさんの動画を見て一人パインしてみましたっていう方がちらほらいらっしゃるんですよね。でもその人たちに謝らなければいけないことがあります。これまで何度か一人パインの動画を上げてきましたが、正直視聴者のみんなの目をすごく気にしてたんですよね。見応えのある動画を作らないとと思い、偽りのオルトがそこにいた気がします。だから僕は自分にこう問いました。本当にこの嘘をついたままでいいのか。まあ別にいいというのは冗談でね、今回はこのチャンネル初、僕のリアルな一人パークでの様子を紹介していこうと思います。これから一人でパークに行ってみようと思っている皆さん、この動画を見ればきっとその決心がつくと思います。それにね、もし一人でパインする人がもっともっと増えたら、今まで以上に一人でパインしやすくなると思うんですよ。僕はね、ありがたいことに103万人のチャンネル登録者がいます。間違えました、3万人でした。この3万人に向けて今回は僕のリアルな一人ディズニーの様子を紹介していきます。しかもハッピーエントリー、そして一人でパークに行かなければ感じることができない気持ちがあるんですよ。何だと思いますか？これを知ると知らないとではガチで今後の人生が変わります。その大切なものは最後の方で分かりますので、ぜひ続きをご覧ください。それではやっていきましょう。ということでレッツゴー。ということで本日はホテルミラコスタからのスタートです。ディズニーホテルに宿泊すると、次の日パークの開園時間15分前に入ることができるハッピーエントリーが使えます。今日は一人ですが、ハットリーして少しでもディズニーの世界を長く感じていきます。ということでパインしました。僕がパインしたのは8時41分。この日のハットリーが始まってすでに11分経過していました。とてもお腹が空いているのですが、一人でパークで過ごすときに一つの壁となるのがレストランですよね。僕は一人で行きやすいレストランを必ずチョイスしますが、今日はどこに行くと思いますか？ちょうどアーリーグリューを終えたプレルトが帰っていきます。誰かといるとハットリーした時はアトラクションとかいろいろ行っちゃいたくなりますけど、一人だと今このゲストが少ない時間帯、自分の好きなように動けるんです。最高ですね。僕は幸いパークにはまあまあの頻度で行けていて、アトラクションももう何度も乗らせていただきました。だからこそ今はパークの景色を楽しみたいシーズンに入っています。この人が少ないパークを取りまくるのが僕が一人でパインした時の本来の過ごし方です。今日はね、せっかくなんでフォロワーの皆さんから教えていただいた豆知識とか僕が好きな景色とかも合わせて紹介しますね。お気づきの方もいると思いますが、今日も天気は快晴。皆さん、僕の動画で雨って見たことあります？生まれてこの方、僕の周りで雨が降ったことってあんまりないんですよね。いやー、濡れてみてさて、ここはミステリアスアイランド。この感じとても好きなんですよね。このなんていうかね、雰囲気が男心をくすぐります。この場所をトランジットスチーマーラインが通っていくのってもう心がうずうずしてきません？あれに乗ってここを通るのもいいですけど、この景色と一緒に楽しむのも最高です。僕も30代のうちにこのようなワクワクする秘密基地をどこかに作る予定です。作ったらインスタにあげますね。お、これテレビで見たことあるぞ。このネットは飛んでくる溶岩を防御するためのものらしく、見ればわかるように溶岩がつきまくってますね。後で掃除してあげよう。ただいまの時刻は8時54分。この時間帯は多くの人がアトラクションとかいろいろ楽しんでいる時間帯なんで、ゆっくりと素敵な景色を楽しむことができます。僕は誰かと来てる時はアトラクションに乗って楽しいねなんて言って喜びを共感するのが好きですが、一人で来てる時はこのパークの細部までこだわった作りをゆっくり見るのが大好きです。見た目ももちろんなんですけど、この世界を作った背景とか想像するともうめちゃめちゃ感動します。見てください、この時間帯のアラビアンコースト。ゲストは僕一人です。
インスタで教えてもらったんですけど、マジで人いないんですね。このアラビアンコーストは、ジャスミンの父親サルタンが全てのためにアラビアンナイトの魅力的な魔法や楽しさを体験してほしいと願って、その願いをジーニーが魔法で叶えて作った場所らしいです。ジーニーもですけど、サルタン優しすぎません？いやー、日本の政治家になってほしいです。中心にあるこの噴水もいいですよね。ちなみにこの虎はジャスミンのペットのラジャーにちなんでるらしいです。さて、それではアラビアンコーストの市場の方へ向かってみましょう。君も一人でハットリーでバインしてるんだね。アラビアンコーストを歩いていると勝手に足が動き始めました。そして着いたのがシンドバッドストーリーブックボヤジ。ハットリーして一発目がシンドバッド。僕以外にそんな人います？ただいまの時刻は9時4分。分かってはいましたが、貸し切りです。一人で船に乗って冒険できるなんて贅沢すぎます。一人だとシンドバッドの世界観にいつも以上に入り込めている気がします。くそ、こいつさては大きな卵かけご飯作ろうとしてるな。いや、楽しかったです。船が貸し切りだったのは5000人制限の時以来ですね。思ってた以上にいい感じでした。それではこれから朝ごはんへと向かいます。どこへ向かうと思いますか？まだ早い時間帯ですが、混雑する時間帯を避けていれば快適に食事をすることができますからね。やってきたのはザンビーニブラザーズリストランテ。ここは20世紀の初め、ザンビーニ家の3兄弟がワイナリーを改装して開いたのがこのイタリアンレストランという設定があるみたいです。だからザンビーニブラザーズなんですね。中はとても広くて、席数は860席。なおかつこの人が少ない時間帯なんで好きな場所を選び放題です。注文するときにレジやその向こうにたくさんのキャストさんがいたんですけど、どれがザンビーニですかね。僕が注文したのはスペシャルセット、そして足りないかなと思ってリトルグリーンマン。この時期のスペシャルセットはシーフードとキノコが入ったスパゲティとビーフシチューとマッシュポテトのパイ包みでした。キノコが大好きな僕としてはこのスパゲティは超美味しかったですね。あとこのビーフシチュー、めっちゃ熱かったんですけど、ビーフが想像以上にでけえのが入っていて嬉しい気持ちで食しました。もっと寒くなってくると美味しさが増しそうですね。誰かと食べるのももちろんですけど、こうやって一人で世界観に浸りながら食べるのも最高です。うわ、俺ディズニーで一人で食事してるよ、大人になったなって思います。30年前はおむつしてたなんて信じられません。それでは3種類の味があるリトルグリーンマンをいただくのですが、僕レベルになるとね、フォークでつついただけで中身の味がわかります。あー、なるほど、はいはい、なるほど、わかりました。こいつが間違いなくチョコレートが入ったグリーンマンです。いや、思ってた以上に満腹になりました。美味しかったです。ただいまの時刻は10時10分。お腹が満たされたところで、これからホテルに戻ってしばらくゆっくりしたらチェックアウトしてきます。この日のホテルでの様子はね、こちらの動画で紹介していますので、ぜひ合わせてご覧ください。マジ面白いよ。ということで時は過ぎ、現在の時刻は12時20分。2時間ぶりのパークです。さて、これから急ぐこともなくまったり過ごしていきます。しばらくマーメイドラグーンに入っていなかったので行ってこようと思います。僕、マーメイドラグーンを見るたび以前いただいたこのコメントを思い出すんですよね。すごいですね、本当に海の中にいるみたいです。トリトン王は昔お城へ人間が入ることを禁じていたそうなんですけど、アリエルとエリック王子が結婚したことをきっかけに海の仲間たちと人間が触れ合える場を作ることにしたそうです。
それでみんなが協力して作ったのがこのマーメイドラグーンなんですって。アリエルとエリックが結婚しなかったらこの世界ってなかったんですね。それを想像しながら改めてこの世界を見るとより楽しさが増しますね。へえ、すごいな。そんなことより美味しそうなタコ。タコを見たら小腹が空いてきたのでこれからあるものを食べます。何だと思いますか？ヒントはこの場所なんですけど、これで分かった人はすごいですね。分かった人はいますか？そう、僕が並んでいるのはトロピックアルズ。ここに売ってあるものはティポトルタです。僕の後ろに並んでた人はティポトルタを初めて食べるみたいで、ティポトルタなんだろうね、まあ食べてみようよって会話をしていました。今頃最高の笑顔でティポトルタをむしゃむしゃ食べているんでしょうね。それにしても熱々すぎて全く食べることができません。こんなに長く旅をしたティポトルタは初めてではないでしょうか。シンドバッドじゃあるまいし、ティポトルタと一緒に眺める景色いいですね。なんだかここまで一緒にいると情が湧いて食べづらくなってきました。もういっそのこと僕の二人目の友達になれませんか？うん、相変わらず美味しい。外はサクサクで中はトロッとしたチョコクリーム。いやー、ティポトルタっていつまで美味しいんですかね。まるでタバコのようにティポトルタを持つダンディーなアラサー。いやー、また冬になって食べるのが楽しみです。さあ、ということで先日人生で初めて来たフォートレスエクスプロレーションにやってきました。2回目ですけど、すっかりお気に入り。いや、このちょっと高い位置から見渡すパークは絶景ですね。このどこから見ても水の世界観しか広がってないこの感じ。近所もこうなってほしいです。ここからちょうどセンターオブジアースの絶叫シーンも近くで見えますね。あー、また今6名ほどの犠牲者が。本日ミラコスタに宿泊している皆さん、今頃客室で幸せを感じている頃でしょうね。幸せなところ申し訳ございませんが、砲撃させていただきます。ということで続いてやってきたのはトランジットスチーマーライン。ずっとこの船を外から見ていたのですが、あまり見すぎて乗りたくなってきたので今度はこちらからの景色を楽しみます。この船は今日一日で何度も見たのに、乗る側になるとまた違う良さがありますね。僕の他にも一人で乗ってる方が数人いました。言葉は交わしませんが、なんだか僕らって心でつながっている気がしますね。ね。さあ、これから一人でパインした時の僕の楽しみをまた一つ紹介しようと思うのですが、その前に素敵な景色だったのでちょっと眺めることにしました。こうやって素敵な景色を見つけた時って嬉しくなりますね。誰かと行くのも一人で行くのも好きなんですけど、どちらも違う楽しみがあって最高です。一人で行った時はアトラクションにあまり乗らない分、パークを見渡しながら新しい発見をしたり、この世界観に癒されるのが楽しみです。ということで、これから僕の密かな楽しみを紹介するのですが、やってきたのはミゲルズ・エルドロド・キャンティーナ。現在の時刻は15時半。しっかりとピーク帯を避けての入店です。僕はここの常連なんで、オーナーのマイケルもね、多分好きで食べさせてくれると思います。ちょっと給料日前なんでね、ごめんねマイケル。注文したのはこちら、ミゲルのおすすめセット。それにプラスでスパイシースモークチキンレッグ、そしてパンプキンタルトです。普段の僕は野菜や健康を意識した食生活を送っているので、あまりこういったメニューは食べません。でもディズニーでは別、いや、ディズニーで気にせず爆食するために普段は健康を心がけています。だからこそ現地ではこのようにいろいろと注文して一人でゆっくり食べるのが好きなんですよね。いやー、幸せすぎます。
フライドポテトとかいつぶりだろ。たまに食べるとすげえうめえですね。ん？やばい。外から大量のお猿さんがやってきました。フライドポテトの匂いにつられてやってきたのでしょうか。まだ2本しか食べていないのに。誰か、隅っこでポツンと一人でポテトを食べてるアラサーを助けてください。外の席もいい感じですね。今まで気づかなかったんですけど、こういう屋根付きのところもあるんですね。今度誰かと行ったらここで食べてみたいです。僕、夕方になると絶対にカメラに収める景色があるんですけど、どこだと思いますか？それはここです。この場所から夕方に撮る景色、マジで好きなんですよね。トランジットスチーマーラインもすごくいい感じだし、プロメテウス火山とか、チラッと映るマーメイドラグーンとか、僕のスマホにはこの景色だけでも5ギガ分入っています。この後はマジックランプシアターを見て、コーヒーが飲みたくなってきたのでカスバにやってきました。今回はコーヒーしか飲みませんが、ここはとても広くて890席もありますので、一人でもとても過ごしやすい場所です。見てください、部屋がいくつか分かれているのですが、ここには僕しかいません。まあ他に誰もいなくても、座るのはもちろん壁際、そして壁を見ながらコーヒーを飲みます。この壁が剥がれて下地の石積みが見えているのは、この場所が厳しい砂漠気候の中にあるかららしいです。ちなみに注文する場所から右に行くと、こちら側とは違って宮殿風のゴージャスなダイニングエリアが広がっています。2つの顔を持つカスバ、面白いレストランですね。ちょっと一つだけ後悔してることがあるんですけど、アイスコーヒーを注文するとき、サイズは S と M どちらにしますかって聞かれたんですよ。ぶっちゃけ少量でよかったんですけど、なんか見え張っちゃって、M サイズでお願いしますって言っちゃいました。マジでこんなに飲めんて。頑張って飲み干したら、外がさらにいい感じになってきました。お腹がチャポチャポいってるので、しばらくこの景色を見ながら休もうと思います。今日はハットリーしてから長い時間パークにいるのに、アトラクションにはほとんど乗っていません。なのに僕の心は満たされるどころか、幸せが溢れまくっています。オルトチャンネルが始まって約3年、今までいろんなものを紹介してきましたが、この動画がリアルな僕の過ごし方です。悪くないですよ。そんなこんなで、この後もいろいろ過ごしながらビリーブの時間がやってきました。もうこの世界に約12時間浸かりっぱなしなんですね。さあ、冒頭でもお話ししたように、一人でパインしなければ手に入れないもの、なんだかわかりましたか？一人パインした方は深くうなずくと思いますが、それは達成感です。初めて一人でパインするときはね、ほとんどの方が緊張すると思うし、僕は足が震えまくっていました。最初は周りの目を気にしてしまっていたんですけど、過ごしていくうちにそんなのがどうでもよくなるくらい、パークの素晴らしさに飲み込まれていきます。そしてパークを出るとき、これまでに経験したことがない達成感を感じることができます。個人的な意見ですけど、達成感って一番快感を感じる気がします。また一歩大人になった気がするので、まだ一人デビューしたことがない方はぜひやってみてくださいね。さあ、それではミラコスタに預けていた荷物をもらって帰ります。チェックアウトした後もその日のうちは荷物を預かってくれるので、快適に過ごすことができますよ。くそ、俺らも一緒に預けるだなんて、あのアラサー許さねえ。本当っすね。もしかして昨日ホテルで僕らがベッドから落としたのバレたんですかね。そんなわけねえだろ。あんな鈍感な奴が気づくわけねえ。シンプルに、ちょっと荷物になるな。一緒に預けとこ。ってなったんだ。くぅ、悔しいですね。次回の動画で絶対仕返ししてやりましょう。そうだな、次回は。みたいだから、その時に絶対仕返ししてやるぜ。やるぞー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 。ということで、今回は一人でパークで遊ぶアラサーのリアルな一日を紹介しました。お楽しみいただけましたね。みんなそれぞれ楽しみ方があると思うんですけど、僕は一人の時こうやってのんびり過ごすのが好きなんですよね。いやー、チケット代さえ出せば
この最高の世界観を体験できて、アトラクションに乗れて、ショーを見れて、それを丸一日楽しめるって、もはやバグですよ。いつもこんな風に変なことばかりやっていますが、本当にこの世界に感謝しています。なので、出禁にはしないでくださいね。この動画を見てくださっている方には、一人ディズニーを楽しんでいる方々がたくさんいます。そういった方々がね、私はこうやって過ごしていますというのをコメント欄で教えてくれますので、一人デビューをしようと思っている方はコメント欄もぜひ参考にしてくださいね。頼んだぜみんな。ということで最後まで見てくださりありがとうございました。また1週間後にお会いしましょう。ってことでまたね。 YouTube 以外にも毎週非公開の限定動画が上がるメンバーシップや限定インスタアカウント、プライベート満載のオルトブログもやっています。ぜひ見に来てね。